はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは映画です。本日ご紹介する作品はこちら。ちょっと字が小さくて見えないですけどね、ダップしましょうか。はい、こちらですね、邦題がですね、アバウトタイム、愛おしい時間についてというタイトルですね。2013年のイギリス映画になります。はい、これもですね、私は予告編が好きでね、見たときに、もうこれはぜひ見に行きたいと思って、映画館に見に行った作品です。はい。うちのね、奥さんと一緒に見に行ったんですけど、はい。どう言ったらいいですかね。まず、映像がいいです。素敵です。そして、ここにね、二人主演が映ってありますけども、このね、ドーナル・グリーソンという方、まあ、この方もひょうひょうとしてね、本当になんか等身大で演じてるんだかなというのはすごく素朴な感じを受けましたし、そしてこの女優さん、この人がですね、この笑顔からしてもね、すごいなんか愛らしいですよね。はい。レイチェル・マク・アダムスさんと言いまして、結構こうシリアスなものにも出てますし、有名どころではどうなんでしょう、メジャーっていうんですかね、シャーロック・ホームズの中でアイリーン・アドラーというホームズが唯一愛した女性なんていうふうに、言われてますが、その役で出たりとかですね、あとは新聞記者の話とか、結構いろいろ出ずっぱり引っ張りだこの女優さんです。はい、主演映画もあります。で、この映画ですね、ここに書いてますかね、これですね、はい、ラブ・アクチュアリー・ノッティング・ヒルの恋人のリチャード・カーチス、最後の監督作品と書いてますが、ご存知ですよね、ラブ・アクチュアリー・ノッティング・ヒルの恋人。それから、ブリジント・ジョーンズの日記もそうですが、その脚本だったり、監督だったり、携わったこのリチャード・カーチスさんの、一応、ご自身でおっしゃってる最後の監督作品とおっしゃっています。で、こちらはね、日本版の DVD、ごめんなさい、ブルーレイのパッケージになります。で、恋愛ものは恋愛ものなんですけども、ざっくり、ネタバレはしませんので、お話しますと、この青年のがですね、21歳の誕生日にですね、父親に呼ばれるわけです。で、その父親からですね、うちの一族の男はなと、21歳になるとある能力を身につけるんだよと、それはタイムトラベルだと突然言われるわけです。暗い場所に行って手をギュッと握って念じるとその場へ行ける、ただし過去にしか行けないというわけですね。で、本人はですね、じゃあ過去を変えたら未来を変えれると思ってですね、いろいろチャレンジするんですが、ただ父親はですね、そんなにドラマチックなもんじゃないよというわけですね。なんでかなというふうに思いながらも、とにかくこの力を使って、お前も彼女作れよってなことになるわけです。いい人見つけなさいよと。ね。で、そこでこの女性に出会うわけです。ところがですね、なかなかうまくいかんわけです。そこで過去に戻って、未来で仕入れた知識を持って過去に戻り、そこでうまくいって、どんどん時間を進めていくというふうにしていくんですけど、ところがですね、やはりうまくいかないことも結構多いんですよね。例えば、極端な場合には、過去に戻ってやり直そうと思ったらですね、そもそもこの女性と出会ったことすらなかった、未来が待っていたりとかですね、本当に大変な状況に追い込まれることもあります。で、その展開はぜひご覧になってください。本当に素敵です。で、私はですね、このレイチェル・マクアドムスさんもいいんですけども、このお父さん役のね、ビル・ナイという、もうイギリスの名優ですが、この方が本当にね、いいんですよ。これですね。息子と2人で交流するんですけど、このお父さんとの実は絡み、いろいろそこにもまたドラマがありますんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。このパッケージのね、シーンがどんなシーンなのかも、ちょっとね、どこに出てくるかも見ていただきたいと思います。もうそこは本当にミュージックビデオのような綺麗さですね。はい。はい。ぜひ見ていただけたらなって本当思います。はい。
123分なんで、そんなにね、長い映画でもないので、ぜひご覧になってみてください。はい。はい、本日もご視聴どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。